やってけばやるほどへこんできます。実際に僕は1週間で10センチウエスト減ったんですね、運動とかしないで。はい、サトシキリンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、腹筋100回やるよりもこれやってポッコリお腹を改善するリンパケアについてお伝えしたいと思います。腹筋やるよりこれやった方がお腹へこみますか？もう全然だと思います。全然へこみます。大体1回でどれくらい？1回でも数センチへこむんじゃないですかね。運動しないですか？運動っぽいことはします。めちゃくちゃでもハードな起き上がり運動みたいなやつが必要だったりとか。もう全然寝たまんまでもできますし、こうやって座ってもできますし、立ったままでも可能です。体っていうのは潰れてるんです。皆さん潰れてると何が起こるかっていうと、円周が長くなるっていう形です。周囲が、例えばこういう楕円の体があったり丸があったり、そしてこう長い中が全部同じ面積だと思ってください。この同じ面積の中で一番周囲が短いものを円と言います。これの周囲はこれの半倍じゃないですか。これの周囲はこれの倍ぐらいありますよね。わかりますね。これは片方だけでこれぐらいあって、こっちもこれぐらいあるわけですから、これと比べてみると、この長さこの長さ入れたらもう倍以上あるわけですよ。それが一番短いのが円で、ちょっと潰れてるのはこれよりは長くなって、これを面積をずっと足してったのが体積っていう形になりますから、骨盤がクッと立って横がクッと締まっていれば、絶対に円周は、まあ要するにここがキュッと立てばですね、円周は短くなると。本当にどこ行っちゃったんですかっていう人が非常に多いんですけども、そうどこにも行かないです。ただ円周が一番ちっちゃくて効率よくなったっていう話になりますので、それをやっていきたいと思います。もう当然流れが良くなります。内臓機能も逆のこと言うと中広くなるって感じになりますから、内臓潰されてたものが広くなりますから、内臓機能めちゃくちゃ良くなる。プラス円筒は一番強いです。要するに円の方が潰れたものよりも上からの力に対して非常に強いんですね。体の姿勢だったりとかもぶれない、はい、ぶれないし、体がぶれなくなると心もぶれなくなります。ウエストが体にへこむだけじゃなくて、はい、体が根本からすごい良くなって、はい、行くような一回ね、これで縛っていきたいと思います。ライトニングケーブルですね。伸びない、グッと締めて、痛いぐらい今ギュッと閉まってます。隙間がないぐらい。隙間がない。で、お腹へこめても、これ、お腹、膨らますとこんな感じで、へこめて指が1本、2本入るかどうか。もうこうすると、もうここが痛くて、入っていかないです。っていう状態。これがビフォーの状態ですね。ビフォーの状態ですね。やることはすごく簡単で、お腹の腹横筋、腹斜筋っていう筋肉に力は入れるんですね。いつもより。この時に手を開きます。こう空手みたいな感じです。これで手を開きながら下腹部をぐーっとこう。何をやってるかっていうと、胸を開いて、でこの時に後ろに寄せちゃダメなんです。胸を開いて下腹部をで後ろに骨盤を後傾させる。これだけですね。これでもう一回グーッと空手みたいな状態のして、振ってします。そうするとこれだけでだいぶ、もう1回目でこれぐらい、これぐらいです、ね、さっき指入らなかったの、今指は、そうです、指はもう余裕で入る、手のひら入るぐらい、手のひらが入るようになって、膨らましても今これぐらい、膨らましてもギリ届くぐらい、へこませるともっとガバッとなると、まあこれぐらい、まあちょっと普通にしてるとこれぐらいになります。でここからさっ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 として、横からこう持ってきて、まだお腹が硬いのでこれを柔らかくしていきます。でさっ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 てやって、この時もちょっとふーってで、こっちですね、さっさっさっさ、でここさっ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 て言って、これでだいぶこんな感じになってきますってことですね。これぐらい、なんかへこませるとこれぐらい入るようになるということなので、こう手を広げる。でこの時につながるイメージなんですけども、肩は前、手は開く、そして親指をこっち向けるんですね。これで
ここグッと力入れます。グッとお腹へこみながら横にグッと力入れる。足で壁をグッと押してもいいです。これは行っちゃうとダメなんです。椅子だったらこのままグッといけると思いますので、地面をグッと親指グッとかけて、こんな感じですね。ですね。で立った時は本当に空手みたいなんです。これですね。関係あります。グーッとするとこれがグッと後ろに入ることで親指が後ろに入るっていうのは内側の筋肉が膨らみがギュッと引っ張られるって感じになってずっと上までつながってきますと同時に下までも下も一緒なんです。親指を下に押しながらちょっと外に開きながらふーっていう空手なんか同じようなことをするんですけどもこれで筋肉っていうのは連動して骨盤がちょっと中に入るのとここの筋肉ちょっとだけ鍛えますのでそうするとこういうふうにガバガバになります。すごい。これでお腹へこませるとこんな感じ。腕入るぐらい。そうですね。これは確かに中身どこ行っちゃったのってなりますね。なりますね。なりますね。やってけばやるほどへこんできます。実際に僕は1週間で10センチウエスト減ったんですね。運動とかしないで。毎回3センチぐらい減って2センチ戻る。だから結局3センチぐらい減って、これでずっとこのまま入れるわけではないです。ちょっとずつ戻ってきます。で、毎回やればまた3センチ減るっていう形になって、1センチ減ってくるっていう形になりますので、整ってないからこうではなくて、誰でもやったら当然そこで速効性があって、で効果があるけれどもちょっとずつ戻ってくる戻りきる前にもう一度やるっていうことをすることで、まあ、1日1センチぐらいずつずっとまあそれずっとではないので1週間1センチずつ3センチ減ってさらにその終わった時で10センチ減ったって言ってるので普通に測ってたら1週間で7センチぐらい減ったっていうのが実際なんです。まあ特にその時はまだ体が整ってなかったから今から1週間やったって7センチは絶対に減らないとは思います。また次の日もこれぐらいだったりもしますので皆さんもだんだんへこみやすくなって体が整いやすくなっていきますので完全に元に戻る前に私たちはこの感覚を身につけるこういう感覚ですね。こういう感覚だったりつま先で地面をつま先の母子球で押すっていう感覚グッと押すっていう感覚まあこれもそうなんですけど壁に手をつくのも一緒なんです。壁に手をつくっていうのはこれがこういう風に力が加わるこれによってこう押すっていうことでこう押すこう押すって形で動物は前に進んでるんですね。前足と足の裏後ろ足をこう押すっていう形になるのでこれでこう歩いてもいいんですけどもなかなか歩くのも大変なので歩くのの疑似体験としてこうやって動物の動きをこういうふうに再現することで実は体っていうのは整っていくよっていうことです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですねご意見やご感想、質問などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。全部見てますので、ね、できるだけ返信もするようにしています。そしてですねチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。